女性の皆様、お待たせいたしました。エステの時間でございます。お迎えしてくれたのは日本語が堪能なリュウ・ウェイさん。日本の人たちが予約をすれば彼女が対応してくれます。リュウさん、スキンアニバーサリーのことを教えてください。こちらでは男女関係なくスキンケアの体験ができます。17種類のハーブと7種類の果物を使用しています。このことをニューガニックと私たちは位置づけています。韓国芸能人のスキンケアを10年以上渡り育てきたノウハウを集約して、皆さんの肌をさらに明るく生き生きとした肌に整えます。青森の皆さん、ぜひお越しください。え、男性でも体験できるって嬉しいですね。まずは肌診断からスタート。おや、乾燥タイプと診断されましたね。診断結果に合わせてエステが行われます。1時間かけてゆったりとした時間が流れていきます。では皆さんもエステをされていると思って、なんか顔がすっごくすっきりしました。でも気持ちいいというよりは、こう顔の表情とかこう普段使わない筋肉がなんか硬くなってるのか、そこ痛くて気持ちいいよりは痛気持ちいいっていう感じなんですけど、この終わった後のすっきりさはすごく全然違いますね。エステの後は商品が試せるセルフメイク、気に入ったら購入もできますよ。